1778年以来のイランの首都テヘランは、テヘラン州にある。テヘラン州は、イランの州。面積は18,909キロ平方メートル。イラン高原の北部に位置し、北に、マーザンダラーン州、東にセムナーン州、南に、ゴム州、西に、ガズビーン州と境を接する。州とテヘランは、イランイスラーム共和国の首都。 2005年6月現在、テヘラン州はン下に13軍、43地域、行政区、1358村を要する。テヘラン州は1778年にガージャールアサの首都となり、イライラン数用の都市である。今日、テヘラン都市圏は、世界大都市圏の上位20位に入る。テヘラン州の人口は1200万人を超え、イランで、 最も人口中密な地域である。住民は約84.15%が都市部で15.85%が農村部で生活している。標高は最高地点がダマーバンド山の5678メートル、最低地点がバラーミーン平原の790メートルである。州内の河川のうち大きなものはキャラジュ川とジャージュ、ルード川である。 北のアルボルズ山脈をはじめとして、北東にサーバード、フィールーズ、南には、ラバーサーナート、カラダーグ、シェミーラーナート、ハサナーバード、ナマクが、南東にはビービー、シャフルバーニュー、アルガードルが、東には最も標高の高いガスレフィールーズの山々がある。気候は、南部では温暖で乾燥しているが、山地では冷涼でやや湿潤のドーマス。 高知の冬は長く寒さが厳しい。最も暑い時期は7月中旬から9月中旬で、摂氏28度から摂氏30度。最も寒いのは12月から1月にかけてで、摂氏1度程度まで下がる。テヘラン市街の冬は穏やかだが、夏は暑い。年間平均降水量は約400ミリメートル。降水量が多いのは冬である。テヘラン州には、 数千年前からの定住を示す複数の考古学遺跡があり、17世紀までは例が州内で最も有名な都市であった。しかし、テヘランはその後、急成長して大都市となり、1778年には首都になった。以来、イランの政治、文化、経済、商業の中心である。19世紀以降、著名な学者、作家、詩人、 芸術家がテヘランに生まれ、あるいは生活を営んだ。イラン文化遺産機構に登録された史跡は1500以上、最も古いものは、紀元前第4000年期に遡るフィールズクーフの2つの遺跡である。今日のテヘラン州は、イラン商業における中心地となっている。事業所は17000以上、イラン全体の26%以上で、雇用人口は、 約39万人である。テヘラン州の経済規模は、イラン経済全体の30%を占め、消費者市場では40%近くになる。ラティアンダム、ラールダム、アミール・キャビールダムの3つのダムとジャバーン、タールの2つの自然一個が、推理資源となっている。州内には170の鉱山があり。 森林は330キロ平方メートル、牧草地は12,800キロ平方メートルである。一年を通じて、アルボルズ山脈の南斜面の山々と渓谷、湖やダム湖がテヘラン州の降楽地となっている。さらに、州北部は冬季に、積雪、アルボルズの山々は、ウィンタースポーツに、絶好の環境となる。ディーズイーン、シェムシャク、 トチャールなどのスキーリゾートが人気を集めている。テヘラン州には、以下のような旧跡観光地がある。数十の伝統家屋建築が、今日まで残されているが、ほとんどは、ガージャールアサヨのものである。他にも公開されている、旧建築は多い。例えば、ニマー・ユーシー・ジュケ、モハンマド・モサテグケ、アーヤ・トラー・ターレガーニーケ、ガバーモド・オレケ、エマーム・ホメーニーチ。 マフムードヘッサービー家など、テヘラン周辺には多くの古代考古学遺跡が残されている。その中でも以下のようなものが有名。テヘランの都市景観はパフラビー町地下に激変した。今日に残る古い外区はアラーチャーン、サングラジュ、バーザール、チャーレメーダーン、ドーラットである。この中でチャーレメーダーンが最も古い。テヘラン州の主要大学は以下の通り。 は、上記のテヘラン州政府の情報によった、ありがとうございます。